人類の発祥の地は間もなく宇宙の中心太陽と整合性を持つことになり、私たちが知っているすべての生命が永遠に変わろうとしています。私たちは銀河連合が5次元に昇格した後に共有する多くの先進技術を利用できるようになります。今日はそのうちの一つについて話しましょう。その技術はホログラフィック医療ポットと呼ばれ、エネルギー医療の原理に基づいて動作する医療ベッドです。何千年もの間支配してきた者たちによって多くの新技術が抑圧されてきました。しかしその世界はすでに歴史の中に消え、その灰の中から新しい世界が生まれてきました。抑圧されていた技術の一つにホログラフィック医療ポット、あるいはメッドベッドと呼ばれるものがありました。これらのベッドはほとんどの病気を治し、十分な時間があれば老化の進行を逆転させることができました。このホログラフィック医療ポットは、戦闘任務や宇宙船での事故によって傷ついた同種族を治すために、異星人たちによく用いられます。彼らは高度な技術を使用して、自身の体を癒します。これらのポットは、クリスタルや他のモダリティと組み合わせて使用されました。このポットはクリスタル、糸をプログラムできるオラクル、そして人間を収容するために作られました。目指すところは、心、体、魂がすべて深くリラックスし、癒しのエネルギーを受け入れやすい、愛と調和の雰囲気を作り出すことです。各ポットは、最適な癒しのために必要なエネルギーに応じて、異なる設定で構築されています。ご注意ください。このポットで寝ることは、病気であるか、この技術を操作する訓練を受けた人から癒しを求めている場合を除き、推奨されません。これらのポットは、もともと、深い癒しと次元間の統合のためのスペースを作り出し、より高次元から地球に情報をもたらす目的で制作されました。多くの人がこれほど深いリラクゼーションや平和を経験したことはありません。このデバイスを使用すると、自分の生命目的や願望に対する深い洞察を得ることもあります。これらのデバイスが提供する体験を一度味わうと、あなたの人生は再び同じではなくなるかもしれません。これらのポットは単に癒しのためだけでなく、DNA 構造をアップグレードして、老化過程を遅らせる目的でも使用されます。これは、それ以外の場合では死に至るかもしれない、重大な事故から人を癒すために行われることがあります。体は磁場に置かれ、体の自然な時間計測器と DNA が再調整されます。このような奇跡的なマシンを作り出す技術は、私たちの遠い過去、約5000年前には一般的に使用されていましたが、時間の経過とともに失われ、この世紀の転換点直前に再発見されました。新しいメッドベッドはその前身よりも性能が良くなりましたが、一般の人々に公開するためにはまだ解決すべき問題がいくつか残っています。何世紀もの間、封鎖されてきた抑圧技術がたくさんあります。ホログラフィック医療ポットは、そのような技術の一つで、最高機密のプロジェクトに分類され、封鎖されてきました。北方プレアデス人は地球の人々に、これらの驚くべきデバイスを使うことを許可しました。これが、私たちの古代の歴史の一部で、これらが使用されている理由です。しかし、しばらくすると、北方プレアデス人は、地球が他の世界文明からの干渉なしに、自己進化を遂げることを望んだため、これらのデバイスの使用を制限し始め、我々がこの驚くべき技術に触れる準備ができるまで、それらを未来の世代のために封じることにしました。これが、クリスタルスカルやピラミッドが、電源として使われたと聞き始めた時期です。医療ポットは単なるマシンではありません。医療ポットは、銀河連合から私たちに与えられた、驚くべきことを楽々と実行する、命を救う発明品です。これは想像を絶する奇跡を行うことができ、魔法としか表現できないものです。医療ポットは、
人体内のすべての種類の DNA、RNA、タンパク質の損傷を修復することができ、それは胎児であっても可能です。例えば、足が生まれつきない子供を数時間医療ポットに入れておくと、完全に機能する足、完全に無傷の DNA、そして完全に癒された体を持って出てくることができます。これが私たちが話しているような先進技術で、これが私たちの慈悲深い宇宙人の恩人から与えられたものです。どれほど複雑なケースであろうと、医療ポットはあらゆる種類の病気を治すことができます。人が亡くなった時、必ずしも彼らを埋葬する必要はありません。体はこのデバイスのチャンバーの一つに入れられ、そこで保存され、覚醒する時まで保管されます。体は高度なコンピュータによって保存され、その人が覚醒するまでの間、老化過程が遅延します。その後、その人は何世紀も生き続けることができ、必要であれば基本的に永遠に生き続けることができます。このチャンバーはステーシスチャンバーと呼ばれます。このチャンバーに人を保持する期間には制限がありません。またこれらのポットは癒しや瞑想、アストラルの投射、夢の旅、リモートビューイングなど他にも多くのことに使うことができます。一度でも中に入ったことがある人なら、どれだけ素晴らしいものかを知っています。非常に複雑な機械で、多くの異なる部品があり、各部品にはそれぞれ独自の目的と機能があります。これらの医療ポットは現在の医療制度では使用されておらず、それは医療保険、製薬会社、医師の利益を大幅に減少させるからです。もし現在この技術が使われれば、それは医療システム全体を上から下まで混乱させることでしょう。これが現在私たちがこの技術を持つことを許されていない理由です。医療の独占により、私たちは健康を奪われ、多くの場合命まで奪われています。この技術の存在を知らせることを望まない医療界は、あなたがより健康になることや長生きすることを望んでいません。彼らはあなたが病気であり続けることを望み、あなたの病気からさらなる利益を得たいと思っています。しかし、私たちが消化した後は、5次元において私たちを制御する逆効果的な力は存在しないため、何も私たちがこれらの医療ポットを利用するのを阻むことはありません。地球上のすべての人間がこの装置から利益を得て、病気になることもなく永遠に生き続け、愛と至福の状態で生活することができます。私たちはあなたを深く愛しています。私たちはあなたと共にいます。私たちはあなたの光の家族です。エイホ、銀河連合大使、オーロラ霊。